1962年のオランダ、ハーグのレコード店の店内とお客1988年のドイツ、ボン市内中心部、シュテルン通りのレコード店2010年の日本、渋谷の CD ショップ CD ショップとは、CDDVDBD カセットテープレコードなどを販売する店のこと。1980年代まではレコード店と呼ぶのが一般的であり、現在でもそう呼ぶこともある。 レコード店の始まりについては若干論争がある。イギリス・ウェールズ・カーディフで1894年に設立されたスピラーズ・レコーズが世界で一番古いレコード店と言われることもある。この店は最初、蓄音機やシリンダーやシェラックディスクに特化して販売を行っていた。だが、 マルタのバネッタで設立されたダマトレコーズも世界で一番古いレコード店と言われることがあり、この店は1885年に設立されたと推定されている。CD ショップは大きく分けると新作 CD ショップと中古 CD ショップに分けることができるが、両者の中間的な店もある。さらに特定の分野に強い店やインターネットでの通信販売専門店については、 これらとは別に分けることもある。その他に、レンタル CD ショップを CD ショップに含めることもある。日本の場合、再販制度の関係で、国内版の価格は日本全国一律であり、それにより、小規模店舗も存続ができたと言われている。及川大輝は、宮城県仙台市を例にとって、CD やレコード等を販売する、音楽ソフト小売店の累計を試みた。 及川は市内の全81店舗のうち76店舗に聞き取り調査を実施、日本国内から国外の輸入品まで幅広く手がけ、売り場面積600平方メートル以上のメガストア型、特定ジャンルに特化した専門店な品揃えを行う特化型、百貨店や総合スーパーなどの大規模小売店舗にテナントとして入店する大規模店テナント型、大規模店以外に テナントとして入居する、あるいは書籍、ゲームソフトなどを同時に販売する複合型、独立した路面店を有する既存型の5つに分類した。メガストア型と特化型は都心に立地し、広範囲の証券を持つ、買い回り品として音楽ソフトを販売する一方、複合型はロードサイド型の立地を執行し、最寄り品として音楽ソフトを販売する傾向がある。 大規模点テ,テマント型と既存型には独自の立地傾向が見られず、証券に依存する。日本では音楽ソフト市場の縮小やインターネットによる音楽配信の普及及び、店主の高齢化により、CD ショップの経営が厳しくなり、閉店が相次いでいる。日本レコード商業組合加盟店舗数は1992年の約3200店をピークに、2010年には、 約700点まで減少した。特に2010年8月22日の HMV 渋谷店の閉店は CD ショップ隊長の象徴的な出来事であった。あとに、これに加え2019年、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響が追い打ちをかけている。ありがとうございます。